こちらは今日の長崎空港の様子です。はい、本来なら関西や中京方面に飛んでいたはずの旅客機が台風による運休で長崎空港に止め置きされていたんです。本来ならいない場所にたくさんの旅客機が止まっていました。ここには本当はいない場所なんですね。はい、そうなんですえ。今日は台風7号の影響で長崎と大阪、神戸、名古屋を結ぶ20便以上が欠航したということです。